はい、皆さんこんにちは。 MK の Q チャンネル、マサです。本日もよろしくお願いいたします。プロ野球12球団レジェンドたちの3年間特別企画、大谷翔平選手編、本日は第7話お送りしていきたいと思います。よろしくお願いします。ちょっとまた噛んでしまいましたね。というところで、まあ、前回ですね、2年生の夏の甲子園戦っていきました。見事ね、防御率は 0.67、 ホームランも3本で、打率も6割と投打に躍動してくれた、投打躍動、まさしく投打躍動ですね。しっかりと結果を出してくれた大谷翔平選手でした。今回はですね、最終、今2年生になったんで、最後ね、上級生になって、秋の県大会、東北大会、そして神宮大会を目指していくという流れにはなります。まあ、前回ですね、神宮大会で去年準決勝で負けてるんで、今年はね、しっかりとリベンジして頑張ってやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。この MK の休日、かなりですね、本編にあったら2日に1回、ショートにあったらほぼ毎日、2個ずつ、できれば配信しておりますので、またチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。もうショート動画だけでも本編だけでもどっちでもいいんで、見ていただいて、また高評価チャンネル登録していただいたら本当に励みになります。よろしくお願いいたします。それでは今日も元気にやっていきましょう。お願いします。はい、というところで、前回、夏の甲子園戦っていきました。大谷翔平君 0.67 というところで、ホームラン、ごめん、4本のやったね、3本じゃなくて決勝でも打ってるからというところで、もう完璧な、内容を見せてくれました。で、新チームになったんで、まあ、去年ね、神宮大会で負けてるというところがあるんで、そこをね、まずはしっかり借り返せるように頑張ってやっていきたいと思います。はい、まずはですね、18歳以下野球世界一を決める大会が始まるというところで、まあ、もちろんですね、一番最初に大谷翔平君、日本代表、福浦、鈴木ね、はい、全員来ましょう。で、翔平君がね、なんとかね、日本代表で2年連続 MVP で帰ってきてくれたら、まあ一番ベストかなと思います。まあ、イチローの時も1年生から日本代表に選ばれて、で、やってくれたんですけど、まさかの金徳かぶりがあったんで、今回はね、ないようにしていただけたら嬉しいですね。はい、野球世界一決める大会が帰ってきたと。さあ、2年連続 MVP になるでしょう。見事、ああ、3位か、いけるやろ。翔平君、先発投手、大会 MVP2 年連続。はい、福浦首位打者、快速を飛ばして得点を稼いだというところで、翔平君が2年連続 MVP、 さあ金徳来い、来ました、変幻自在。いや、球速164、コントロール97、スタミナマックス、スライダーとシュートがあって、で、変幻自在を持ってきたと。見てみましょう、見てみましょう。もうすでにね、星は999あるんですけども、怪物球威、精密機械、変幻自在と、もう無敵、もうピッチャー無敵なんですよ。あと野手で持ってきてほしいんですよね。いやー、それでもね、強すぎる、このピッチャーはちょっと強すぎる。変幻自在を持ってきてくれました。2年連続で、ね、しっかりと MVP で、怪物脅威と変幻自在を持ってきてくれたというところで、もう向かうとこ敵なしになったというところで、次ね、秋の県大会もしっかり頑張っていきたいと思います。さあ、まあ、対戦相手が、くじぎ塾ね、今一瞬だけさーっといけたんですけど、くじぎ塾、前評判は、D ね、毎年ね、くじぎ塾はなんかずーっと対戦してるんでね、まあ、そこは楽しみにやっていきたいと思います。はい、それではですね、秋の県大会、まず1回戦は久慈義塾というところでやっていきたいと思います。まずですね、オーダーの方を新チームになりましたので言っていきたいと思います。1番は、ずっと2年生からレギュラー出てる大口、盗塁 C 持ってて走れる選手ということで、打って守れてという選手ですね。で、ファースト松本、2番ですね。で、3番が変幻自在、怪物球威、精密機械の大谷翔平君。で、4番がレフト日高、まあ、ここがね、ちょっとね、ウィークポイントではあるんですよね。肩も守備も弱いんで、だから1年生にもっといい選手が現れたら、結構外野は層厚いんで、日高もちょっと打てなかったらやばいよというような形ですね。で、3番キャッチャー B の石川君で、ライトが佐藤、フルヒッターですね、走れると。で、1年生吉田、エラーがね、早く消えてほしいですね、チャンス F も。で、セカンド久保ちゃんで、ショートは天性の海星
曽根海星くんですね、やっていきたいと思います。でピッチャーはね、井上、そして松本とでこの2人がねエース争いしてるんで、しっかりとね頑張ってもらえたらいいかなと思います。まあ、下級生もねしっかりずっとベンチに入れてるんで、そこでねしっかり結果を出してほしいと思います。あ、調子見るの忘れた。大丈夫かな。とりあえず翔平くんでいこうか。オッケーオッケー、調子は普通ね。オッケー、いいでしょう。まあまあまあ、とりあえず1回戦はこれでいきましょうか。みんなね、だいぶ、信頼度も上がってきたんで、あとはね、新しく、やっぱ3年生が抜けて、そこにやっぱ1年生が入ったりしてるんで、そこのね、信頼度をどんどん上げていかないと、特に曽根くんがね、ショートになってくるんで、そこはしっかりとね、やっていってほしいかなと思いますね。ワンアウトランナー一塁という場面でバッターは2年生稲田、初球を打ちました。これはいい、まあ、まずはいきなりね2点取ってくれたんで、まあ、変幻自在の大谷翔平から打てるはずがないんですけど、こんな県大会で戦うような相手、曽根君いけるか。そうそうそう、やっぱ1年生のショートが曽根君なんで、ちょっと不安はあるんですけども、そこはね、育てるという、まあ、翔平くんがおるという強みも踏まえての、ショートは曽根くんでもう行っていこうかなと。今ね、CC ぐらいなんですよね。なんでもうちょっとしっかりと B とか A とかにしていかないと。はい、ゲッツー、それ。はい、OK。でも送球はいいんで、去年のようなね、エラーばっかりにはならないかなとは思ってるんですけどね。さあ、今日も毎回ランナー出すのはなんでなん、この能力で。はい、さあ打っていこう。去年はねだいぶねチームとしてはね走れる選手がかなり多くて、まあ、向かうとこ敵なしっていう感じだったんですけど、お、松本ちゃん、これ今スリーベースとツーベース打ってるから、いい当たりだったけど、違いました。もうちょっと点取ってほしいんやけど。 OK、 これチャンス、曽根、初球から打ってた、惜しいね。まあ、ちょっとね、まあ、1年生の下位打線がやっぱ信頼度ちょっと低いんで、その辺はねちょっと多めに見ようかなとは思うんですけど、あとはねしっかりと打ってもらわないと。 OK、 吉田、 OK、 はい、 OK、 ゲッツー、スリーアウトチェンジ。ショートサードがね1年生なんで、そこはねちょっと頑張ってもらわないといけないんですけど、まあでもね、まあ、エラーさえしなければ大丈夫かなと思いますんで、ある程度ね守備も上がってきたんで、 OK、 うまい、いいよ、はい、 OK、 ゲッツー、曽根くん、曽根海星のゲッツー、いいね曽根ちゃん、まだ1年生やけどこの守備をしっかりと見せてくれると。はい、ナイス。お、ちょっと打つようになったね、吉田。さあ、ラッキーボーイの本領を発揮ました。いいよ。ただね、チャンスにめっぽう弱いんでね、吉田は。本番はね、D ぐらいあったのに、一気に下げられたから、じゃあ練習試合で下げられたんかい？練習試合で下げられるやつおらんやろ。はい、ゲッツー、はい、久保、はい、ゲッツー。いや、ちょっと待って、前評判 D なのに全然コールド勝ちできてない。3点しか取れてないよ、まあ、それがお前ら、それはあかんぞ。ただね、やっぱりこう去年もね秋負けてるんで、去年、まあ、別に油断したわけじゃないけど、だって最初だって負けたとこ、あ、ゴールド勝ちしてくれたらいいからねみたいな感じで言ってるから、まあ、ちょっと油断してたのかな。だから今年はね、もう何が出んでも神宮は取りに行くから。はい、レスバッティング。しかもね、神宮で初戦で大谷君多分なんか青徳持ってきてくれて、ほんでやっぱ神宮いいよねって話をしとったのに2回戦で負けてもうたから、しっかりとねここは神宮でみんな青徳をね狙ってやっていこうと思います。
そういうことを言ってたら先の地区大会でこける可能性あるから。二塁はセーフ、低めボール球、そうそうそう、ピッチャー返し、抜けた、大口、三塁回った。だから地区大会でこけないようにもしっかり確実に勝っていかないと。走る、一番怖いのがマジで地区大会で負けて春の甲子園も行けないっていう。そしたらね、劇的に試合数下がるから。はい、レスバッティング。だから普通に神宮3試合、春の甲子園5試合ある中で、そう、神宮行けない、春の甲子園も行けないってなったら単純計算8試合できんくなるから。島田龍一ね、ちょっと外野コンバートさせようかなと思ってるんですね。そしたら日高のところを龍一でいけるかなっていう。はい、でまあちょっと下位打線にはなるけど、龍一めちゃくちゃ打つから。ほんで、あ、龍一も走力 A なんや、盗塁 F ってお前。まあ A けど、まあ、ちょっとダイソーいっとくわ。でやっぱキャッチャーが島田はもう出れないから、キャッチャー B ないから、キャッチャー D やから。はい、 OK。 佐藤も出ると、で佐藤のとこ盗塁、こうやってね操作したらやっぱみんな打ってくれるって、それは別にねええことではあるんですけど。さあ吉田も出ろよ、これ。オッケー、いけるか。うん、これはあかん。すんごい暴投するね。おお、ピッチャーもカバー入ってるのに取れないぐらいのポット。そして久保、久保はね代打で篠原、ピンチヒッター。篠原が本場は出したいんですよね、レギュラーでセカンドで。ただやっぱ守備とか下手やし、そうなってくるとあのセカンド、ショート、サードが全部1年生になっちゃうから、ちょっとそれね、だいぶ守備的にまずいから。お、これはピッチャー取ると見せかけて、あ、ファーストが取る、でもアウト。それはピッチャー取った方が良かったんじゃない。さあ最後守備なんですけど、ここ行って別所のとこ行こうか。でとりあえずこれでまず出しましょう。代打はさあ持ち前の癖も登りを、はアウトコースをつけ、いやもうね、防御率が下がる一方です。 90.97 よ。吉田いけるか。結構肩強いよね、意外と。守備結構意外と鍛えてるから。だから心配なのが1年生のピッチャーの井上と松本が1回も投げてないんで、あの大谷君が引退した後地獄なんよね。まずこれ守備を、せやね、まあ一応出しとこか、お前ら頑張れよお前ら、まあ、多分外野飛ばんから大丈夫やと思うんやけど。 OK 取れる、回生 OK、 ゲッツー。はい、結構今回この試合ゲッツー多かったよね。はい、初戦突破、まあ、ちょっと時間かかっちゃったけど、まあでもあのゲッツーが結構うまいこと取れたっていうのが良かったね。まあ相手が足ちょっと遅いっていうのもあったけど、いやナイスゲームやったんじゃない。チャンス G に下がる、 G まで行く、とことん下げるな、すごいな吉田お前。逆にそこまで来たら、はい、ということで2回戦やっていきましょう。はい、あ、盛岡前評判は D というところでやっていきたんですけども、いやちょっとね吉田あれちゃう、嫌われてるんじゃないコナミに。あ、吉田くん、吉田くん、じゃあ一回行ってみようか。チャンス G に下げられたけど、オーダーで、大谷くん絶好調やし、2番に仕上げる。うん、これで頑張って、コナミにアピールして。まあ、アピールしても、チャンス G やから、初戦 F になるだけやけど、それやったら、あれやね、プロで直してもらった方が早いもんね。ワンアウトランナーなしという場面で、チャンスじゃなかったら打つんじゃない。1番の方が良かったか。でもねやっぱランナーをって打ちたいよね吉田も。いや打てよお前、
はい、オッケー。はい、コナミにアピール。ただね、ランナーいないから、ランナーいないから全然アピールならへん。ちょっとね、下位打線がね、もうちょっと打ってくれたらいいんやけど。さあ、チャンスできたよ。お前絶対転がせる、打て、転がせる。もうね、あの吉田からしたら、あ、デッドボールチャンスでデッドボール。さあ、珍しく翔平君1点取られた。さあ、吉田今回チャンスじゃないね。うーん、まあ、チャンスじゃないからね、別に打たなくても大丈夫大丈夫。さあ、久保君精密球やつとバース戦高いし、アイネス、あー、ランナー帰ってくる、いいね、ナイスラン。あ、石川ね、さすがやね、ナイスラン。さあ、ソネちゃん、あ、珍しい2安打打ってる。ちょっとね、レギュラーで出てね、意識づけを。おー、ナイス、いいね、海星。はい、4対1。さあ、大口、大口もいいよね。さあ、持ち前の強心臓が近い。バランスが取れてるから率もいいし、まあ、率3割やけどホームランも打てるし、おお、これでツーアウト、走れるしね。さあ、来たよ、チャンスで。よし、さあ、ラッキーボーイの本領。お前ここで打たんとまたチャンスも G の下ないからね。おー、ナイス、チャンスで打つ。いや、もうせめて F に戻してあげて、コナミさん。さあ、翔平、揺さぶる使っとくわ、使うときなくなるわ。一本打とう。はい、ナイス。翔平チャンス強いから、チャンス確か B か A ぐらいあるから。しかも対左も強いし。さあ、日高、お前結構レギュラー危ないからな、頑張れよ。パワー系男子やけど。低めボール球打った。うーん、アウト、スリーアウト。はい、どうも。10番。いや、珍しいね。しました、いい当たり。うお、ちょっと待って、いける？日高。オッケー。日高守備下手やからめっちゃ怖い。ワンアウト、ランナー。よくないよ、ランナー三塁、よくないよ、ランナー三塁。引っ張った。うわ、なんでこんなええ当たりされるん。変幻自在と怪物球威で、ほんで精密機械持ってんで、ピッチャーとしてはもう無敵でしょ。おい、吉田エラーした、いけるか、アウト。もう吉田エラーついてるから、エラーついてるから、やってしまったな、お前ここで。まあええけどな、エラーやから、あの防御率上がらんから別にええよ。はい、おお、翔平ピッチャーのエラーが記録されます。翔平、点差を3点に縮めました。自分でエラーしたらあかんやんか、珍しいね。いやいや、前評判 D なんよ、相手久保。はい、オッケー、スリーアウトチェンジ。コールド勝ちするようなとこやで、ここ。もう7回まで来たやんか、走る。不安やな。なんかね、あのうちね、結構ね、あのチーム強い時に負けるなんかパターンあるんよ。イチローの世代も結構強かったんですけど、最後夏負けてるし、で秀樹の世代が松井秀樹ね、弱いって言われてたんですけど、あそこ難なく制覇してるから。怖いんすよね。さあ、お祭り男の本領発揮。まあ、ここはね、あの多分畳みかけれるとは思うんです。はい、ホームラン。久保ちゃん代打行こうか、篠原で。バッターは、いやー、もう本当にね、まさか翔平くんがあんな暴投するとは思う。お、やばい、アイレス。さあ、ここダイソーいけるか。ソネちゃん、あ、結構打ってるけど、ここはまず、島田行かせて、でダイソーを走、あ、まず盗塁して、ランナーが二塁に進む。
はい、ジョックロックかかる。あと1点取ったら勝ちやから。で、まず井上をダイソー要員で出しといて、ソネちゃんごめん、ちょっとね、代打行かせて、別所行かせて、別所ここでバントしてきて、あ、ジョックロックかかった場面でバント禁止やった。全然ルール無視してた。一塁はセーフ。ごめんごめん、普通に自分が決めたルール無視してた。ほんで、藤本行こうか、ダイソー。ほんで藤本も走る。でここでダイソーで松本出す。ほんで大口のとこごめん、代打で福本。はい、福本決めてきてね。はい、行こう。はい、レスバッティング。まずはね、県大会2回戦はしっかりとコールド勝ちすることができました。この3点は全部エラーでの得点です。もうエラーしすぎ。まあ吉田はねエラー持ってるからしょうがないんやけど、翔平くんもまさかのね暴投してしまったから。はい、吉田は何も持ってきてませんね。ちょっと信頼度が、この信頼度はうち俺に対してじゃなくてコナミに対しての信頼度です。はい、秋の地区大会、東北大会ですね。決戦で、毎晩 B。 ちょっと強いね、毎晩 B は。ちょっと頑張らんといけんわ。はい、ラッキーラッキー1出てくれたんで、特訓だけ行こうか。さあ、特訓は誰かなというところで、あ、篠原行こうや。なんかええのないな。あ、ムード丸持っていこう。星1やのに。というところで、1回戦は決戦沼、毎晩晩 B ということなんで、まあ、翔平くんノリノリで、まあ、ダメダメも特にいないんで、このまま、乗り込んでいきたいと思います。まずはね、しっかり毎晩晩 B なんで、勝ってはいきたいんですけど、これ、せやね、まあでも翔平くん出てきたら翔平くんで行くしかないもんね。大谷くん絶好調というところで、まあ、ちょっとね、ゼロで抑えてくれて、やっぱこの、翔平くんを注目選手にすることによって、ピッチャーの注目選手なんで、どうしてもね、回ってくる率、率が低いから、やっぱ打てない時が多いんですよね。ツーアウトランナー一塁という場面で、これ絶対巨人の松原や。マウンド上ピッチャー、ほら、道の区の制球王、大谷。松原聖也。へぇ、そうなんや。地元は大阪やけど、へぇ、こっちに来てたんや。どこなんやろ。あ、宮城。じゃあ、仙台育英とかかな、分からんけど。あ、そうなんや。ちょっと待って、能力は、結構強い。盗塁いいなんや。なんか走れそうなイメージあるんやけどね。打ちました。盗塁は A やけど、盗塁はできないんやね。これでスリーアウト。そんなことを、盗塁の技術が低いんかな。まず佐藤がホームランで3点先制。はい、翔平いけるぞ、走れ、いける、頑張れ、ヒットね。まあ、ヒットでもええわ、ここで抑えたい。いけるぞ、はい、OK。 吉田、危ない。吉田エラー持ってるからものすごい怖いんよね。得点圏にランナーおったらエラーしちゃうから。よし、あ、チャンスできたよ。よし、コナミにアピールするチャンス来たよ。まあ、絶好調やからチャンス B なくなってるんじゃない。まあ相変わらず打てないけど。松原にヒット打たれる。ここはゲッツー取れたらベストやねんけど。打たれた、やばいぞ。サードはオッケーオッケー、いける。このいいバッティングを見せました。さあ、ここちょっと気合い入れようか。一回変幻自在見せていこう。オッケー、ゲッツーや。そうねー、何をして、そうやって俺たちは負けてきたんやぞ。しかもそのトスで取れないってどういうこと。センター前進。はい、オッケー。いや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 、もうちょっとソネ、しかも守備 C ぐらいあるのにエラーするのおかしくない。三振。
バッターはピッチャー白石。そうなったら翔平もそうなるやん、三振取った方がいいですよねってなるやん、君たち守れないから三振取った方がいいですよねってなるよ。久保取った、一塁へ送る、はい、オッケー、アウト、スリーアウトチェンジ。やめてエラー持ってくるから。さあチャンスで翔平くん、さあ一発打ってよ翔平。はい、ナイス。やっぱアベレージヒッター持ってから結構しっかりと安打も多くなってきてるから率がめっちゃ上がってきたよね。お前ちょっとやばいぞほんまに日高。これ一回今島田に外野の守備練習させてるから。オッケー、いけ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 。あーもう残念は。日高もしかしたらもう神宮ぐらいからレギュラー外れるで、お前このままいったら。初球打ち引っ張った、これは絶対島田の方がいいからね。はい、ゲッツー、お前次取れよ。はい、オッケー、もうオッケー、危ない。ちょっと返せお前、先輩になるぞこのままいったら。次はちゃんとトスは取れたんやけど、取ることに集中しすぎて送球が終わってる。いやちょっと待て、お前らマジで打たんな。翔平君を注目選手にするとこうなるから。ほんで代打来るやろ、代打補正来るんよ、代打補正が。はい、三振、関係ない、変幻自在あるからね、打てるはずがないよ。何お前ら東北大会の軍勢でツーベース打ったよお前。いけるか、はい、オッケー、はい、吉田もしっかり抑えてくれる。ルイ出た、ソネちゃん、ルイ出た、ソネちゃんちょっと打つようにはなったよね。うわーもう最悪大口、あーまあ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 ええわ。松本、いやお前らがな1、2番がなしっかり打たんと。オッケー、去年のなやっぱ鈴木と福浦を見習えお前ら、あいつらよう打っとったぞ。いやほんまにね、お前らが打たんかったらほんまにただの大谷だけのチームになるから。これはあー伸びない、掴んでこれでスリーアウトになります。誰エラーしたん、ちょっとエラー多いで、ほんまに誰、ほんまにもうそうね、今日のエラー2つ改正2つやからなお前。ほんまにね、ショートは守備大事やってどれだけ言ってるん。掴んだ、一塁へ送る、気迫を見せましたがここは及びません。もうこれほんま2アウトやねんでお前今。二塁ランナー三塁、いやもう1点差とか嫌なんよ、怖いわほんまに。はい、三振、変幻自在、変幻自在が打てるわけないよ。しかもこっちキャッチャー B やで、しかもスタミナ完走でしょ、コントロールもそろそろやばいなお前。怖いわお前ら、セカンドショート、じゃあサードショート、サードや。さあランナーは OK、 石川君ちょっと赤とこ多いわ今回ほんまに。盗塁成功です、持ち前の熱血が力を発揮する。佐藤打てよ、いけるか、ちょここで追加点欲しいて。 OK、 フォアボール来たな、チャンス G の男。アベリジヒッターで打ってこいや。うわ最悪、まあ、ゲッツーはせえへんかったけどみたいな。久保ちゃん、久保ちゃん多分ね結構転がせで打ってくれるはず。いやーこれいけるぞ、走れる、いけるいけるから、はい、セーフー。久保ちゃん足速いから。今日2本のヒットを放っている曽根、で久保ちゃんまず走る、二塁セーフ、お前返せ、絶対打てよお前。持ち前のクセモノぶりを発揮する、引っ張りでもいいからしっかり打ってこい。ゴーデおっしゃ、ボールがない、うーんまあしゃあないな、これでスリーアウト、まあ3点差あれば十分やねんけど、なんでこうもさ先頭バッター出んの、おかしいよね、うち全然先頭バッター出てないのに。左へどんどん切れていきます、翔平が、上段への飛
場外に打たれた。巨人の松原にそんなことある。誰、翔平打ち返した、はい、日高スリーベース。いや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 、あんな完璧に打たれる、まあ、打ち返してくれたのはいいけど、いやーちょっとね、幸先がねかなり危ういよね。このチーム強いと思ってたのに。いや翔平打たれた、うちマジ負けるから、マジでやめてな。翔平頼みのチームになってきてる。いや松原お前すごいな、確定弾打ってるやん。防御率めっちゃ上がったし。回生、はい、 OK。 ここは及びません。代打は木村。さあここでいいよ、足打ち。なんでこんなさ、ちょっとさ、まあファールとかやけど、いい当たりできるん。ちました、大谷取った。かすりもせんはずやで、ほんまやったら。花巻勝利目前、バッターは、はい、最後守備だけ変えていきます。まず外野に、2人出して、でセカンド篠原でしょ、で、まあ、ファースト亀山、亀ちゃん出しておきたろ。亀ちゃん出る機会あんまないから。で外野多いなお前ら。あちょっと島田キャッチャーだよ。で、まあ、サードで外野で走る、これでいこう。外野が多い、外野が激戦になっとんよ。最高、はい、オッケー、はい。まずはね、東北大会1回戦は勝利したと。いやまさかのね、巨人の松原に確定弾打たれると思ってなかったから、それちょっとびっくりしたんやけど、まあ翔平君もねその後打ち返したんで、6対3で、まずは勝利。タイピンチ A に上がる、こんだけ打たれたのに。いやいいよいいよ、これで、ね、あのやっぱこう自分で操作してこうやって上がってくれたら嬉しいよね。完璧、はい。それではですね、次2回戦やっていきましょう。はい、最上大付属バイホバン B というところで、まあちょっとね、C とかじゃないんで BB で来たってことは、まあ結構東北も、レベル高いのかなというとこかなというので、石川を注目選手にしたんで、ここだけ打順変えてやっていきましょう。翔平君がね、タイピンチ A に上がったんで、それが嬉しいよね。いや、さらに強くなるから。で、注目選手にしてないときは、結構普通に333と教えて、抑えてくれるんで、まあ、こんだけピッチャー能力高くても、ランナー出すんやなっていう、僕のイメージやけど、もうノーヒットノーランぐらいしてもいいレベルやからね、相手的には。マウンド上ピッチャーは橋本。まあ、今日はね、この試合は、打者メインでいってるんで、しっかりとね、こういう時はしっかりコールド勝ちしてほしいんですよね。石川ナイスバッティ。いやー満塁点取れない、誰、大口ホームランナイス。まあ、しっかりとね、1,2 番が打ってくれたら打線は絶対ね点取れるんで。セーフ、アウトか。いいよ、翔平君ホームラン2試合連続。やっぱホームランも出るようになったね、素晴らしい。さあ海星、海星かなり危ないからね守備。海星守備職人の方上げようか、まあ、転生やから、まあ、絶対試合も出るし。はい、 OK、 大口いいね。さあ石川でまず走るでしょ。まあ、この試合はなんかちょっとコールド勝ちできそうな雰囲気はありますよ。相手多分そんな強くないんじゃない。あでも結構強いね、普通に結構 B の中でも結構大きい方な B やから。はい、翔平君、はい、ランナーが1つ。さあここで
一発ナイス、チャンスにも強い、帰って来れる来れる来れるんよそれ、帰って勝負行こうぜ。さあ日高、お前やばいぞマジで、お前これで打たんかったら神宮外すからな。一塁タッチセーフ、タッチはセーフ、翔平怪我するやろ。さあ日高の最後の打席になるかもしれません。あー打った、命拾いしました平野君。まだ出してあげよう、まだ出してあげよう。なかなか輝く場面が少ないからね平野。はいセーフティー、うますぎうますぎ。さあ佐藤、佐藤闘魂で打ってこいお前一回、ガツンと一発スタンド行ってこい。いい引っ張りやったけどね。あどんまいどんまい、いや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 、なんでおかしいわこれ、このゲーム、この能力をあの普通の高校生が打てるはずないんよ。高めボール球打った、ファーストの頭上フラフラっと上がっている、取った、はいまずワンアウト、これでワンアウト、これやで。もうだってコントロールももうほぼフルいくからね。オッケーゲッツー、ああいいね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 吉田、これでツーアウトランナー。さあここで、あ違う違う違う、定位置球速もねできればフルいってほしいから、まあ、どっかで球速上げてもいいんやけど、お前やばいな、大丈夫か、はいナイス、よしやるね。2者残塁、曽根はね大義はねそこそこ打つんよね。大口、大口もうちょっと率欲しいよね、4割ぐらい欲しいわ1番バッターとしては。ちょっとね栄冠ないんで3割飛んで走るは低すぎる、セカンドライナー、うん惜しい。これでツーアウト。さあ石川、石川これ転がせで満塁しようか、あーうまい注文通り帰ってきたらあかんで、オッケーいいよ。さあここでツーアウト満塁、バッターはこの男大谷翔平君。さあさよならホームランでも OK です。いやー惜しい、まあまあまあしゃあないね。さあこのままいったらあと1点取ったら終わりなんで、はい、まず篠原いかせます。だいぶね1年生が結構もともと能力値高いっていうのもあって、あの盗塁できるやつらが走力 A までいったんで、あとはねもう普通に自分のポジショニング、ポジションは外野やったら結構打撃系で、内野やったら守備っていうのをどんどん鍛えていったら、もうやることなくなっていくんで。で曽根海星、まず篠原走る、さあジョックロックかかる、この前ね忘れてて普通にジョックロックかかる場面でバントしてもうたんで、で海星転がせ、いやーさよなら。海星結構ね打撃いいんすよね。まあ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 7対0で、まあ、綺麗なコールド勝ちと、まあ、昨日ねちょっとホームラン翔平君打たれちゃったから、まあまあまあ今日はねすんなり勝ててよかったです。はい、2試合連続ね翔平君ホームラン打ってくれたんで、まあ、打撃の方も結構ね、いい感じになってきてくれたかなというような感じですね。はいはい、というところでドラフト会議というところで、福浦の世代なんですけど、ここね4人しかおらんから、夏ベンチ入りしてるの福浦、オリックス、ロッテじゃなくてね、ソフトバンクは鈴木、ジャイアンツ山下で佐々木、あと1人誰、あ中村な、中村もまあ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 能力高かったもんな、セカンドやったしキャッチャーもできるしで、どこだし、セカンドもできるしね、まあ、確かにそう思ったらまあ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 、まあ、悪くはない、ね、まあでもドラフト1位ですごいね、なんとかいけたね。さあこのまま抽選会に突っ込んでいきたいと思います。本だけもらいましょう、なんか絵のちょうだい、悪球打ち、はい、10月31日神宮の抽選会というところでね、前回はね前評判 E とかあったんですけど、夢ヶ崎前評判 A、ちょっとね
まあまあまあどこでもいいんですけど、あんま強いところと最初はやりたくないから。あ、いいですね。6番はい、京極南前評判 C と当たって、でその後はねもうちょっと分かんないんですけど、まあ、とりあえずそこからね頑張って勝っていきたいと思いますね。はい、それではですね1回戦、京極南高校前評判 C というところで、頑張ってやっていきたいと思います。まあ、前回ねあの神宮大会ね、あの準決勝で負けたんで、今回はしっかりとねきっちりやっていきたいと思うんですけども、松本でいこうか。んで、あ、島屋絶好調行こうか。ごめん、外野島田4番、日高残念、これでいきます。いやもう島屋もね結構ね優秀な選手なんで、まあ、キャッチャーメインポジションがキャッチャーやからっていうところで、キャッチャーが D なんで、まあキャッチャー B の石川が2年生におるんで、なかなか出れないというような形にはなってるんですけども、まあしっかりとね率残してくれてるし打ってくれてるんで、そういう選手はねどんどんね他で出場機会をしっかり作ってやっていきたいと思いますんで。うーん、いい当たりやけどね。こっちは三者凡退、ちょっと打ててないけど打った。さあ松本から、さあまずルイでよか。まあ神宮大会も決勝以外はコールド勝ちあるんで、できればねしっかりとコールド勝ちできるようなチームなんで、そこはねやってってほしいとは思うんですけど、シマヤンちょっとね今日初めてスタメンで出してるんですけど、まあ、ちょっと4番っていう重圧があるのかな。これは無理。ちょっと2安打できてないね。2打席連続凡退してるから。で海星が意外と打てるようになってきたんですけど、まあ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 。さあ大口、大口もねちょっと打つんかなと思ったらまた打率は全然上がらんくて、こう3割台をちょっとキープしてるみたいな感じになってるんですね。取ってこれで3アウトチェンジ。さあ松本、だ意外とね打線がだから強そうに見えて全然点取れてないんですよね。だ結構ね地区大会とかもあんま点取れてなかったんで、ちょっとそこが不安ではあるんですけど。はい、ナイス松本。さあこれ5回の裏なんで、この回に一気に8点ぐらいの8点取るぐらいの気持ちでね行ってほしい。行こう翔平。出ない。お前どないした、島田。しっかり打っていけ。お前打たんかったらすぐコナミにチャンス下げられるからな、気付けろよ。いいよいいよ。いやーナイスオッケー。そう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 。ほんで足も速いからセカンドまで行ける。いやいいよ、しっかりと初安打してくれたね。さあこっからはもう畳みかけに入るから、相手1年生だぞピッチャー。二塁タッチはセーフ。はい、ナイスバッティング。肩弱。ほんでここまた走る。二塁送球はどうだ、セーフ。二塁はセーフ。ここはエンドレス二三塁。持ち前の熱血が力を発揮する。さあ転がせ。惜しい。これでツーアウト。吉田打ってるやんか、どないしたん吉。チャンス上げてもらえるために打ってる。チャンス上がるんじゃないこの2点タイムリー。吉井くん。OK。吉田タイムリーツーベースヒット。花巻。いや素晴らしいよ吉井。さあ気持ちは持っていくか。来ました。ショートバウンドボールを取った。吉田うまくさばいています。スリーアウトチェン。うわホームラン打たれた。マジで。なんで。初球引っ張った。ちょっとやりすぎじゃない。こんな変幻自在のピッチャー取られる。外角へズバッと決まって見逃し三振。6回で、さあ海星また打った。いや大口お前2割なってきたぞお前、まあ、この主力選手で2割はあかんぞお前。
OK ナイス。いや大口頼むぞ、お前結構だいぶ主力選手やねんから。さあ松本走る、松本はね、まあ、4割持ってるんで全然それでいいんですけど、大口のちょっと2割9分9厘とかは許せないね。さあここでチャンス、下手しいもこの回でコールド勝ちしてしまう可能性もあるんで、くせ者まず使ってまず走らせる。さあ翔平一発いこうか、いいよどんどん振っていけ。はい、ナイスバッティング、神宮のバックスクリーンにナイスホームラン。いいねいいね、ずっとホームラン通じて島田がツーベース、それが一番嬉しい。こうやって使った選手が打ってくれる、それが最高。いいよ石川も行こう、続こう。はい、ナイス。やっとねちょっとなんかあの打線のつながりっていうのが良くなってきたような気がする。ほんでまず石川走る、ほんで佐藤は、まあ、結構ねあの2年生の時から試合出てるんで違う選手も出したいというところで、まず篠原行こうか。篠原も率いいんですよ。だから篠原ができれば僕の中では久保の存在を脅かしてくれる選手になってくれるかなとは思ってるんですけど。で吉田、どないしたんや、ヨッシー3打数3安打打つ。いやこれチャンス上がるんじゃない、ヨッシー絶対。いやいいよヨッシー、ヨッシーのとこダイソー行こうか。じゃ あの誰かおるやろ、まず藤本ちゃん行って。いやねこの神宮の時期に1年生がもうすでに盗塁できる選手がおるんですよね、それがかなりでかい。でお前も代打、どっち行く、別所行こうか。じゃあ別所も多分ね全中準優勝か優勝レベルの選手なんですよ、なんですけど全然能力低くて全然試合出れてない。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。さあそうね、さあ持ち前の癖物ぶりを発揮するのか。あヒットエンドランやってもた、ヒットエンドラン、おラッキー、記録はヒット、記録はヒット、ヒットエンドランしたことによってセーフなんだ。さあこれでまあお前打つんやったらええわ、別に打たなさそうやもんな大口。打たないね、打たないけど大ボートでゲームセットコールド勝ち、コールド勝ち。この幕切れ良くないよね、あの高校生にすごいあのトラウマを残させるあの試合の終了の仕方良くない。こっちも後味悪いし、ちゃんと仕上げよ、そこはちゃんとアウトに仕上げよ。まあ翔平君ホームラン出たし、まあ、相手にちょっとツーラン打たれて、お前も吉田か打たれたんですけども、しっかりとね打線が爆発してくれたんでそれは良かったですね。はい吉田片目打ち、いいんじゃない、コナミにちょっと好かれてきたんじゃない。この信頼度、吉田君はあの監督への信頼度じゃなくてコナミへの、信頼度なんで、あのチャンス G まで下げられてるんでね吉田君は。いや素晴らしいよ。はい、それではですね次、うおー、あわら実業来たね、久しぶりにあわらくん。いやーちょっと強いね、前評判 B で来てるんですけど、あわらは多分 A ありますぐらいの選手たちです。石川で行って、石川5番なんでここで変えて、で島田絶好調なんでこれで行きましょう。いやあわらは強いよ、いや毎年ねあわら実業は強いんで、まあでもねあの神宮大会であの確かコールド勝ちもしてるんじゃないかな、あの一昨年ぐらいかな、いや去年はねあの負けてるから。さあここでどれぐらいかなと。あーやっぱり強いね、やっぱ強いね。あーピッチャーも160投げると、うちの大谷君に負けじとね。いやこれ投手戦になるんじゃない。ベースに入ってツーアウト、これでツーアウト、打たれた野口、4番ピッチャー野口、うちとかなんか似たような感じやん。
オッケーオッケー、ピンチはなんとか抑える。お前らやめろよ、前回競って負けとるからな。しっかりと勝っていこうぜ。はい、レースバッティング。いや、あわらは強いんよ。ここに負けたら、まあまあまあ、去年みたいに落ち込むことはなかったけど、去年はここに前は D とかに負けてるから、それがねちょっと辛い。打ち返せよ翔平、ピッチャーに打たれたんやから。はい、ナイスバッティング、十分。まずは同点、大谷タイムリー、花巻直もチャンス。さあ、こっからやぞ。バッターは1年生島田、花巻、島屋、うん、島屋、お前外野フライできるか。初球から打った。おお、うまいね。これは犠牲フライ掴みました。立ち、この西川ってなんか、あれじゃない、楽天を追って西武、今ヤクルト行ったんかな、確か戦力外になって、もともと日ハム追っての西川じゃない、違う、龍馬か、龍馬なの。いや、西川ね、オリックスの西川ね、オリックス行ったよね、 FA で。すごい、そうなんや、福井県なんや。なんや、地元なんかそっちの関西なんかなと思ったわ。地元は関西かもしれんね、もしかしたら。ただただ野球でこっち来てるだけで、地元もしかしたら大阪じゃない。あ、大阪やね。うん、やっぱりなんか大阪のイメージがあって、ほんでオリックス行ったよね。阪神来てくれてもよかったよ。まあでも同じセリーグやもんね、だからあんまりね、あんまりセリーグは眼中にないみたいなこと、眼中にないというか、まあ、それやったらね、別に広島おったらええもんね。いいよ島やん。いや、ちょっとね、相手強かったんですけど、まあ、なんとかね、ちょっと4点取れてるんで、まあ、ちょっと最近ちょっとホームランが打たれやすくなってるんで、ここはね、しっかりとあわら実業なんですけども、コールド勝ちしてほしいですね。久保ちゃん出る。でオリックスで思い出したんですけど、僕結構京セラドームも結構近くて、京セラドームとかやったらすぐ行けるんですね。だから一回ね、なんか社会人野球って京セラドームで試合してたりするじゃないですか。だからそういうの一回ね見に行きたいなと思ってるんですよ。なんか社会人野球ってすごいレベル高いって言うじゃないですか。僕ほとんどプロ野球か高校野球しか見に行ったことないんで、社会人も結構面白いっていう話を野球やってた人からよく聞くんで、そしたらね、今ね、来年プロ行くような選手とかも見てる、見れる可能性あるんでね。さあ、ここでね、いろんな球場にちょっと野球見に行きたいなと思うんですけど、 OK、ナイス、ナイスキャッチ。広島のズームズームスタジアムは2回ぐらい行ってるのかな、試合は見に。ならあれなんですけど、行きたいのがやっぱ日ハムの新スタジアム、あそこは行きたいよね。ほんで温泉つかりながらほんまは見たいんやけど、一回家族で北海道旅行行くのにそれ言ったらあかんよ、子供が野球興味ないから、野球興味ないというか、まだちっちゃいから全然興味ないんやと思うよ。いつかね見に行きたいですよね。あ、エスコンフィールドや、思い出した、エスコンフィールド、ペイペイドームも見に行きたい、福岡も。だから福岡は旅行で博多で美味しいもん食うて、でかつ、ペイペイドームで野球を見るというような形ですね。いろんなところの、ね、野球場を見に行きたいんですよね。で今とかやったらキャンプとか沖縄とか宮崎とかでやってると思うんですけど、それもね本番見に行きたいんですよね。行ってきていいよって、一人で行ってきていいよって言われたら行くんですけど、まあさすがにね一人で行ったらお金もかかるし、まあまあ旅行やったらお金はかかるんですけど、あんまりね一人の私欲のためにお金をかけれないんでね。お前やな、ホームラン打ったやつ、奪三振14よ、えげつないね。
三振切って打ちました。おお、いい当たり。取りました。中継ランナー一塁。まあでもね、あのあわらじ次は結構強い選手多いんですけど、で総合戦力も A やったんですけど、まああの大谷君がねそのホームラン1本に抑えてくれてるんで、まあそこはね OK ですね。大谷余裕があります。はい、これで2アウトと。でも2アウトになったんで守備だけ変えていきたいと思います。3打席連続三振。3打席連続三振、もうじゃ三振確定やんか。ほんでセカンド篠原で別所サード行こうか。ほんでこれで1回出して守備交代で外野外野外野でファースト日高いいです。出しません。さあ低め中心に行こうか。 OK、 いけるか橋本。落とすんかい。おい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 、危ない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 。オーバー、ナイスバッティングです。頼むでお前。さあ西川はいいね。西川間違えた。ああ間違えた。あ、能力見ようと思ったらそのまま投げちゃった。落下点に入った。はい、ゲームセット。まあとりあえずはね、あばら実業、西川龍馬達馬って読むのかな。まあしっかりとね5対1で、関東勝利したというところですね。まあ去年は神宮あの準決勝で負けたんで、まあそれはまず超えれたかなというところです。はい、延長シンカーもマックスまで行きましたと。はい、大谷超ノリノリ。それでかいわ決勝の前に。はい、それでは最後決勝やっていきましょう。はい、あー、はいじゃないわ。何年やってんねん俺。あの神宮大会決勝は対戦相手わからないんで、はいじゃねえよ。何年やってんねん俺は。もう通算、前回とこれやったらもう通算何年ぐらい、100年200年、それぐらいやってるよね。はい、最後決勝でいきましょう。まあどこやろ。 8の高校ってあんま見たことないよね。どこだ ?8? 高校名すらも思い浮かばんね、8は。全国の頂点を決める戦いが今始まります。八幡水産。へぇ。今回、うち先行やと。マウンド上ピッチャーは、あー、マイフォーマン B と。斎藤君。まあまあまあ、そこそこって感じやね。なんかみんな野手すごいね、ピッチャーやのに。あ、セーフティーしてもた。転がせしようもたらキャッチャーボールを取る。やけどセーフ。記録はヒット。さあ翔平がいきなりツーベースで先制点、2点取る。いいよ、流れはいい。1点返された。ちょっとね点取られるよね。もうビタビタの能力やねんけど。打ちました。はい、ナイス。松本打つね、やっぱり松本。いいバッティ。はい、翔平くんフォアボール。いいよ、しっかり抑えてくれてる。ただねちょっと怖いんがあんまりうちが打ってないんですよね。なんでしかも表なんで、もうちょっと点差を広げとかないと、ガツンとねホームランとか打たれた時怖いんで。いや、いいよ松本。これ固め打ちくるんじゃない。3安打松本、ツーベースヒット。今日これで3打数の3安打3打数3安打そして翔平君今日先制だ。さあ一発行こうか。神宮、神宮の夜空にじゃないけど、二塁タッチはセーフ。ガツンと行こうぜ。流し打ち。うまいけどね。これで2。あ、日高出してた。日高ラストチャンス行こうか。日高ラストチャンス。でも今日1安打打ってるもんね。1安打じゃ無理よ。あー、完全にスライダー三振してるもんね。誰、よっしー、ドライしたん、よし。チャンス F やのに。さあ翔平くん、この神宮はちょっと点取られてるけど、まあ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 許容範囲内やね。はい、海星。海星いいね。動きも良くなってる。さあ今日3打数3安打の松本ちゃん。さあここでもう1回黄色い声援して転がせでまた塁でよか。はい、ナイス。4打数4安打。いやこれね5打数5安打したら威圧感チャンス来るんで、そこはちょっと欲しいよね。このままいったら注目選手やし、7回の表なんで多分回ってくるんですよ。回そう。さあ翔平、
OK ナイス、これいったんじゃない翔平くんのホームラン。いやいいねいいね、悪くない。日高出る、日高ごめん、もうあのまあ2安打したから、まあ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 御の字にしてあげるけど、ダイソー島田、龍ちゃん、龍ちゃん走る、ホームランとかね打ってくれとったらね、あの島田もあの出してあげようかなとかなるんですけど、ちょっとまだまだねあのホームラン出ないから。三振珍しいね。持ち前の熱血が佐藤がねもうちょっとね打ってくれたらいいんやけど、大口走る走る競争、はいセーフ、記録はヒットになります。さあ走る、やばい佐藤セーフ、ランナーが一つ先に。さあよし、何かとお騒がせのよし、打てるか、おおナイス、いいね、帰ってこい帰ってこい、はい残念。いやよし、これあれじゃない、ちょっとチャンス上げてもらえるんじゃない、最後ツーベースじゃないけどね。バッターは2年生久保、ほんで代打篠原で、久保ちゃんもね結構結果残さんと篠原が後ろに迫ってるからね。うわーこれわかんか、まあただね、おおあら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 、コールドないからね君たち。そして海星、どうした海星、今日はここボールを2塁送った、2塁はセーフ、ランナーが2、珍しいね海星打ってない。さあ持ち前のクセモノぶりを発揮、打てよ直球、うーん残念。守備はこのままで全体はいけるからいきましょう。はい三者凡退、さあ来たよ松本ちゃん。さあ4打数4安打5打数5安打で威圧感チャンスなるか、打てよ、押し押し押し、いいよ、はいナイス、5打数5安打、威圧感チャンス確定、まあ、威圧感チャンスが確定なだけで威圧感をもらえるかどうかは分からないですね。キャッチャー二塁へ送球、これは楽々セーフ、ピッチャー1年生やんか、うん山本大輔しょぼいね。はいホームラン打っちゃいましょう、二塁タッチセーフ、2打席連続いきましょうか翔平君。わーナイス、チャンスでも打つ、石川は帰ってくる、また打点がプラス9対1。さあ龍ちゃん、まあ、ここからはねもうどんどん代打構成で、他の選手も出していけたらなとは思いますね。これ下手しいね、松本が6打席目回ってくる可能性ある。うわーゲッツーか、あーセーフね、これでツーアウト、ランナーは1塁、翔平休んどき、どうした石川、これは悠々セーフ、盗塁成功。さあここは転がせるのか、アイナスバッティング、1安打することが大事やからね、チャンス下げられるからすぐ。あれ走ってない、走ったんかなと思った、タッチはセーフ、ここは引っ張りを警戒します、セーフ、2塁がセーフ。タイムで佐藤のとこ代打行くわ、まあまあまあ、まあ、佐藤はよう試合出てるからいいやろ。福本が打率1割やから、1割じゃ1割10割や、ごめん1割じゃない、すいません振っていこう、打ちました、おおナイスバッティング、ファイル代打スリーラン、すごいね。で守備は別にこのままでいけるんで、このままいきましょう。翔平くんがねすごいよ、お前どないした、大口持ち前の気迫で相手を威圧、なんでアベレージヒッターぐらい上げようか、うんオッケーナイス。いやこれなこれ威圧感チャンスあるけど、お前6打数6安打いけるか、男なら行くか、行ってこい6打数6安打。うわーやってもたせっかくの威圧感チャンスを逃してもうた、まあしゃあないな、やっぱ勝負いった結果やもんな、そこ逃げたらしゃあないもん、逃げてもあかんあかん。えっマジでなんで、なんかたまにこの
なんか新チームになってから、もうそれは本当にこれヒットなるんやろ。ほら、いやこれね、新チームになってからね、翔平めちゃんこホームラン打たれるんよ。なんで？ランナー一塁に戻ります。まあ、ええけど、これでワンアウト。ちょっと三振してね、三振。三遊間を打たれる。マジで。中継。佐藤、ナイスバッティング。そんな悪あがきみたいなやめてや。こっちは守備変えたいんよ、守備を。ファルボール。打ちました。一二塁間。オッケー、ファースト。オッケー、ナイス。うまいぞ。あ、オッケー、オッケー、オッケー。松本ちゃんうまかったね今で。これ2アウトやから、まあまあ翔平君が点取られるのちょっと気に食わんけど、まあ、一応外野を変えてで別所サード行こうか。ほんで、でまあ亀ちゃんも出してあげようか一応。はい、最後行きましょう。はい、オッケー、それいけるぞ、いけ、はい、はい、オッケー、ゲームセット。まあ、なんとかね、前回神宮大会準決勝で敗退した花巻東ですが、しっかりとね、翔平君もリベンジしてやってくれました。まあ、ホームランも出たしね、打って守ってとしっかり投打躍動してくれましたね。いやー、ちょっと失点が多かったっていうのがちょっと気になるんですけども、まあでもね、あのうちのチーム自体が打線爆発してくれたんで、まあ、そこはね、いい盗塁 B 松本、そっちね、威圧感じゃなくて盗塁 B の方で来ましたか、素晴らしい。はい、吉田人気者まあ、あのコナミに認められたんじゃない、やっと吉田君。ずっとねコナミにねやられたけど、いやいやチャンスをあげコナミさんよ。いやー、まあでもね、しっかり優勝できたのは良かったですね、素晴らしい。はい、ということで今回第7話ですね、秋の県大会、東北大会、神宮大会と言っていきました。まあ、前回、神宮大会準決勝で負けたんですけども、それはなんとか改善できて、で5対1でアワラを倒して、で決勝も八幡水産かな、12対2で勝つことができました。で、大谷くんがちょっと防御率悪くて 1.88、 まあ 1.88 でもいいんやけど、翔平からしたら防御率1点とか0点台が普通やから、まあ、そうなった時は、まあちょっと悪いかなっていう印象になってしまいましたね。まあでも、打つ方はね、打率5割、ホームラン2本、8打点と、まあしっかりと打ってくれたかなというところでした。で、松本とかね、打つべき選手が、まあ久保ちゃんちょっと打ってないから危ないんやけど、大口もね、ちょっと打ってない選手が何人かおって、で、ちょっとね、次ね、次回春の甲子園までに打撃であったり、守備っていうのをしっかり鍛えてやっていきたいと思います。次回は、第8話になるんですけども、スカウト、そして春の甲子園とやっていきたいと思います。今ね、2年生に大谷の世代、で、1年生が、曽根海星君の世代やねんけども、結構優秀な選手多いんで、スカウトがね、2年連続ええ感じに来てるんで、ちょっとそろそろ天才も欲しいかなという。天才そろそろ来てほしいなって、最近ね、あんまり来てないんで、古田以来来てないかな。古田編では、天才が古田やったから、よかったんやけど、フルタイ以来天才来てないんで、まあ、そこもね、楽しみにやっていきたいと思いますんで、今回はね、しっかりと神宮大会、去年の雪辱を晴らして優勝することができたんで、まあ、次回春の甲子園もしっかり連覇して、夏にね、向けて、ね、入学式に向けて、頑張ってやっていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。それではまた次の配信でお会いしましょう。橋は、マーサでした。